ですか。はい、それでは、私は自民党幹事長の竹部です、藤島公明党幹事長とともに、5日日本経ちまして、今日イラクのサマーに入りまして、自衛隊のサマーにおける人道復興支援の活動の模様、また現地におきます、ムサンナ県評議会のサイド・ナンド副議長、オランダ軍大隊長フリッツ・バン・ドーレン、さん、それからウルク新聞編集長のムハンマド・ハミッドさん、それから日本サマー友好協会の方々等々ともお目にかかりまして、いろいろ会談もしお話も聞いてまいりました。また最後には、かわいいサマーの子供たちからも花束を頂戴し、交流もさせていただきました。また、サマーからですね、クウェートのアルサリサル基地にあります航空自衛隊の皆さん方ともお会いしてきた次第でございます。詳しくはこれから藤島幹事長ともですね、詳細についてかなりの皆さんとお会いしたり見てまいりましたので、報告をまとめまして、総理も報告した後東京で記者会見して、発表したいとこのように思っております。まずその中での一つ二つの印象に残ったことをお話しいたしますと、我が国の自衛隊の人道復興支援活動というものが、イラクの皆さん、とりわけサモアの皆さん方に大変大きな信頼を得て、感謝の気持ちを持って、活動しておられると、市街地も視察いたしましたが、沿道手を振ってくださる佐賀市内の皆さんもまた圧倒的で、ございました。このことを非常に心強く思った次第であります。あとまた藤島幹事長からお話あるかもしれませんが、とりわけ生活道路の整備でありますとか、学校の改修補修、それから医務官ともいろいろお話し合いもしてまいりましたけれども、病院におきましてはもう現地の保健局の警察官もいるんだそうでして、そういった方々が武器を携行して、医療技術の指導支援、そんなことも円滑に遂行しておられるということをですね、お話を受けたまわりまして、実際にですね、この治安状況につきましても、かなりですね、地元の皆さん方
にも支援を受けて、円滑にやったかなと思ったような印象で、ございます。まあ、イラクはご承知のように、全体的にはチャン状況に問題があると言われておりますけれども、南東部は比較的安定しておりますし、サマーはとりわけムサンガ県はとりわけですね、オランダ軍の大隊長のお話なども受けたまりまして、安定していると。しかし、宿営地にロケット弾が撃ち込まれたということも、まあ、事実もあるわけでありますから、まあ、今後やはり、もう安全ということは、まあ、万全を期して、いかなければならないと、そういう印象も持った次第でございます。あとはですね、また詳細、よく今度の調査をですね精査しまして東京でご報告させていただきたいと思います。航空自衛隊につきましてもわずか3ヶ月の間に全国から選ばれた隊員の方々が短時間に心を一つにして力を合わせて、しかも米軍韓国軍プエト軍などともですねいろんな意味で交流をしながら協力しながらやっているということを知りました。こちらに参りまして短い時間でありましたけども、百聞一見にしかずという感じを持った次第でございます。あとは藤島幹事長の方から。もうほぼ、報告がついているんですけれども、印象に残ったこと一つ二つ申し上げますと、もう皆様方の方がお詳しいわけですけれども、このイラクには17の、まあ、県があります。でその中の一つの県であるムサンナ県というのは、イラク全体の面積にすれば 12% を占めるという非常に広い、まあイラク全体が日本の 1.2 倍という面積ですから、北海道よりはちょっと小さいけれどもですね、そのほど広い範囲に、まあ、11の市がある。でその市の全てのところへ自衛隊が出向いて学校を直し道を直した、ということは あんまり我々も知らなかったですね。要するにムサンナ県のサマーワーでやってるんじゃないか。そしてしかもその囲まれた宿営地の中